下半身の筋力アップで素早い動きの向上を目指しましょう。前に出した足の膝が90度になるまで腰を落とします。真上にジャンプして空中で左右の足を前後に入れ替え着地してみましょう。空中で足をスイッチするときに膝を高く持ち上げます。このとき背中が丸くならないようにすることがポイントです。このトレーニングを行うことで下半身を力強く使えるようになり、走力やジャンプ力が向上したり素早い動きができるようになります。バランスアップのトレーニングを続けてさらなるパフォーマンスの向上を目指しましょう。